口コミ大学。このコーナーはママたちの口コミ情報やお役立ち情報をお届けするコーナーです。今日は先週に引き続き名古屋市守山区の栗から不動寺の副住職森下瑞道さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。先週その栗から不動寺にチベットカフェがオープンしたよというお話をしました。チベット寺院チャンバリンっていうのがね、本当に珍しいお寺なんですがあるんですけれども、そこにお参りに来た時に、もちろん栗から不動寺お参りでもいいんですけど、ちょっと立ち寄れるそんなカフェが1月の9日にオープンいたしました。その名もパルコルと、はい、いう名前でね、はい、チベットカフェなので、一番の名物メニューはチベットカレー、先週いただきましたね、はい、でチベットカレー、そしてトマトカレーで、それ両方楽しめるダブルカレーっていうのがあったりとか、そのねカレーに付け合わせがお野菜がねついてるんですよ、蒸し野菜が。これがまた美味しいんですね。すごく美味しいですよね。美味しいです、はい、私3人で行っていろいろ食べようよって言ってみんなで分けてたんですけど、野菜が、あら、いや美味しい、ちょっともう一個ちょうだい、もう一個ちょうだい、もう一個ちょうだいって全部食べちゃったんだ。蒸し野菜もね、ええ、私たちはお寺から出てる水で、もちろん恵みの水という水なんですけどね、その水で、蒸し野菜作るわけですけど、野菜もいろいろ試行錯誤した結果ですね、蒸し野菜で美味しくなる野菜がどうもあるんですね、どんな野菜でもいいっていうわけじゃないんですよ、それからそのカットする大きさ、これでもうすっごい、野菜ってこんな美味しいのっていうぐらい美味しくなります、そうなんですね、絶妙な茹でてないか蒸し具合ですね。そうですね、はい、蒸す時間もね、大事なポイントなんですけど、もちろん、しかし何ももちろんつける必要ないんです、そのままで本当美味しいです。でしたよね、素材の味がしっかり、はい、濃い味が出てくるんですよね、そういうヘルシーって言うんですか。そうですね、ヘルシーな、食べ物のメニュー、食べるもので言うと、あともう一つパスタがあるんですけどね、これまた美味しいパスタがあったり、森下さんの気まぐれパスタっていう、その日の気分で、これはある日とない日とあるそうですが、そういう注文もそうできる、チベットカフェなんですけど、本当に普通のカフェと同じようにいろいろフードメニューもあって、でもちろんデザート、そしてチベット独特のお茶があるんですが、今日は森下さん、これはバター茶。これね、バター茶って言いましてね、はい、チベットの皆さんはごくごく一般的に飲む、日本の普通のお茶、みたいなものなんですが、はい、ただこれはね、一見するとなんかチャイのような、ミルクティーみたいな、ミルクティーみたいな匂いしますよ、はい、これ匂いもミルクティーですけど味がだいぶ違うので、ただ意識をフラットにして甘くないんです。これね、実はね、飲みやすくしているバター茶でして、本当のバター茶、チベットの人たちが飲んでいるバター茶っていうのも実は別にあります。飲めるんですね、このチベットカフェでは、なんですけど、それともう一つちょっと飲みやすいバター茶っていう2種類あるんです、今日は飲みやすい方、今日はあえて飲みやすい方を、お持ちさせていただきました。どうぞ。いただきます。私好きですけど、ね、匂いと全然違う味が。だから見た目がミルクティーなんですけど、わかりますか？なんだろう、塩っぽい味。そう、その通りです。実はですね、甘くなくて塩なんですよね。そうなんですよね。バター茶には砂糖ではなくて塩が入るんです。さっき先週ね、私がお話したと思うんですけども、チベットでは。すごく乾燥しているということと、それからミネラルがなかなか取りにくいということがありますので、塩でミネラルを取ってるんですね。でこのバター茶は日本人の飲むお茶のような嗜好品とは違って、もう必要不可欠な、食事の一部みたいなことなんですね。なのでこのバター茶が必要なんですね、肌の乾燥、栄養源だ。そうなんです、大切な栄養源なんですって、でただ本当のチベットのバター茶をそのまま出すと、おそらくね誰も飲めませんね。そうなんですか、この塩が結構効いてるってことですか。いや塩だけじゃなくてですね、こう総合力が総合力が多分その本当薬のバター、はい、
を使ってるバター茶なんで、その多分独特の香りとか濃厚さみたいなものがあるんですかね。私も飲んだことないんですけど、まあ分かりやすく言うと臭い。うーん、しかも日本人が馴染みの薄い臭さで、普通はですね、ヤクの、ミルク、それからヤクのバター、うん、そしてチベット茶を使うんですよね、うんうん、はい、まあ、それにまあお塩岩塩を入れるわけですけど、チベット茶っていうのは普通のその茶葉、そうですね、まあ我々が知ってる黒茶、うんうんうん、あのウーロン茶のような、うん、まあ、プーアル系のお茶ですけどね、それを使うんですが、これはですね実は紅茶を使っております。だから紅茶っていうか、まあ、ミルクティーっぽい匂いがするんですね。そうそう、うんうん、飲みやすいですよね。飲みやすいですね、うん、で、あのお店に来ていただきましたら、まあ、これにあの若干ココアパウダーをあの落としておりまして、なんかねカプチーノみたいな見た目なんです。おしゃれな、ね、はい、どんな味がするんだろうって今一瞬想像しちゃったんですけど、うん、であのぜひお店にいらっしゃってですね、うん、あのまあ、よりチベットのバター茶をぜひ味わっていただきたいと思います。このバター茶ともう一つのチベット寄りのバター茶とあるんで、うん、両方味わってみると違いがちょっとまた分かるかもしれないですね、うん、私はあのチベットに行った時にですね、そのバター茶をいろんなところでいただいたんですけども、うん、まあ、どこに行ってもねちょっと本当に一口ぐらいしか飲めないんですよ、うん、で、あの通訳の人を通じてね、うん、チベットのバター茶まずいから、うん、もうとてもじゃないけど飲めないんでもういいですって言ったら、うん、いや実はねこのバター茶の名人っていう人がいるんですよと、うん、名人が作ると違うんですか。でも名人が作ってどんだけ変わるのと思ったんですけど、でもまあ、あの強く勧めていただきましたので、じゃあぜひじゃあお願いしますと言って行きましたら、うん、ごく普通の民家でした、うん、でそこのまあおじさんがね、作ってくれたんですけど、どうぞって言われてぐっちょっと恐ろ恐ろ飲んだんですけど、ええと言ってちょっと 2,3 回飲み直すぐらい、もう美味しいというレベルはどうかと思うんですけども、でもまあ、飲める味だったんですよ、はい、で私はその時に、うん、あ、そうか、バター茶も創意工夫で美味しくなるかもしれんと、うん、入れ方、選び方、でその時にそのチベット、あ、じゃない、そのバター茶の、うん、名人の方にそっと教えていただきまして、うん、こう美味しく入れるコツというの、うん、それをうちのお店では実は、そういうことなんですね、はい、